筋肉を増やしたいホモサピエンスの皆さんトレーニングお疲れ様です全然筋肉が増えないバズーカ岡田です今日もよろしくお願いします世界ボディビル選手権優勝そして先日アジアボディビル選手権で優勝されたばかりのゴミ原さんと今日も筋肉のことを考えてみたいと思います、えー、先日、前回の動画でね、体の見栄えがだいぶ変わったよねとで、それは弱点との向き合い方が さらに高精度になっていったという話を伺いました。ぜひチェックしてもらいたいんですが、じゃあ体の形変わっ、っ体の見栄えが変わった、重量感増えたんだから体重増えたんじゃないかと言ってもそうでもないんだよねというところで、はい、今日はその仕上がり体重、筋肉量を増やすこととかね、その体重で見える部分ということをちょっとお話聞いていきたいと思います。筋肉増やしたい人たくさんいると思うんでね、うん、ぜひそういう人たちに送るメッセージになればと思います。はい。ということで、えー、最初はねどんどん筋肉増えるのは間違いないと。 でも無限に増えるわけじゃないですから筋肉っていうのはでまあもうトレーニング歴は相当長いんで、まあ、ここから先体重がボコボコ増えるっていうのはねあんま考えられないとゴミ味原君の仕上がり体重増えまくった時はもうなんか薬使っただろうというふうに思っていただいて結構なんじゃないかなと思います <laughs> 今回はどうですか体重は何キロまで下限値いったんですか67.2キロ67.2、はいっちゃいました最低体重いったよねそれはね、はい 8キロ台だった気がするんだけど6 8キロ台がベースではありました、ねうん。ベースでたはた、い、だいぶ下回ったねそうですね、うん、ただ去年はあれですね66.6ぐらいを見ていた、うん、あっ6.6まで行ったんだ世界選手権の時はああなるほどね6.6、はい、まで行ったこともあったもん、ね、もありますはいなるほどで試合にそれは軽量パスするときに67.2だったってことはい、うん、今年のアジアでは軽量パスが6 7 2キロで身長何センチ ですね、それだいぶだから軽く感じじちゃゃうう人多いんじゃないんんななかと思うんですよねだって例えばミッサん日本に出てるような人たちだったら軽いんじゃねみたいな感じになるんじゃないかなと思うんですけど、はい、でも重量感は十分だったなというふうにね、うん、思いますけれどもだからあの身長体重比っていう確かに数量的に見るとなんかあれみたいに思うかもしれない6 9ンチあって67.2なのみたいなあれみたいな。 もうちょっと六十五キロ級じゃないのみたいになるかもしれないんですけど、そういうことだけじゃないっていうことをね。うん、ぜひ理解してもらいたいと思います。でやっぱり年々本当に仕上がりの鋭さが増してるなと。いうふうには思っていて。じゃあ体重軽くなってるだけで、本当に。見た目どうなんだっていうと、しっかり重くなっているようにね。見えるんですよね。あのー。一番最初学生ボディ出た時はどどれぐらいだったの。これ今ちょっと喋りながら考えてたんですけど。うん、多分。 うん大会ステージ上がってる時は68とかだったんじゃないかっていう、うんうん、なるほど、えー、まあ下限値はただ66とかは見てたのかなと思うん、下限値はね、うん、だからそんなにだから大きな体重変動はないってことですよねでもまああの時もよく絞れてたけど、はい、今の方がやっぱはっきり絞れてるよねやっぱり鮮明にセパレーションが見られるなと。 いうふううふに思うんですよねでやっぱり今の時期大会に出る人も多いと思うんで仕上がり体重をすごい気にされる方も多いと思うんですけど体重を残してなんとか仕上げたいって気持ち確かに分かるんですけどそこを固執するとあんまいいことないなっていうのを、まあ、僕の経験もいろんな人を見てても思うところがあって、うん、最初からその体重への進行体重残したい進行はあるじゃん。うん、あれはもう最初かからなかったの理解不能です、ね それが本当に本気で最近思ってたことでちょっと気持ち入っちゃうんですけど、うん、なんで体重を残したいんだろうってそっちの理解不能ね落としたくてダイエットしてんじゃないのっての、ね、ああなるほどえでもさだってその体重っていうのは筋肉量を表すわけじゃないですか、うん、ある程度は、うん、いや見た目できそう競技なんでそうだけどそうなんだけどおっしゃる通りなんだけどおっしゃる通りででもじゃあ4 0キロの人来たら <laughs> 70キロの人かかかかかでででいいいいじゃななすすんまだだ確かに。確かに。ん確かかになないい今聞きました。4 0キロの人間よりも7 0キロの人でかい。いや、分かんないって言ってますからね。でこれが答えなんですよ。だから、どれだけ仕上がってるかが大事なんだっていうことですよね。重さだけじゃ全く分からないんだっていう話をしてるわけです。4 0キロと7 0キロでもまだ分かりませんよって言ってるんです。ちなみに今回、あのクラシックモディビル、うん、アジア選手権。 私最低体重でしたの中ででねなるほど、ね、でもこれ本当にあのクラシックボディじゃなくてもあのそれこそ東京クラス別ボディビル選手権とかでもあの優勝した三ツ矢なんかもだいぶ下あったし、はい、71ぐらいまで一回加減いってると思うし。 よくねだからあの70キロ級だったら69.9キロとかの方がでかくていいんじゃないかと思うんだけどまで絞ったやつ買ったりするっていうね絶対もこれがねやっぱりね難しいんですよなかなかね、うん、その一般的な物理学的な考え方だけしてしまうとステージでどう見えるかとうまく結びつかないっていうことがあるんだよね本当に。 で俺もあのあれですよあの2022年にスペイン一緒に行った時に合ドさんに「岡田先生もう飛行機ずっとサウナスと来着ていけよ」って言われて、うん、ずっと着てたらめっちゃ体重軽くなっててすげえ試合がらよかった <laughs> 計量の時軽すぎてテンション下がるわと思ったけどそう,です、ね、そう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 それはちょっと下がるのテンションはちょっと下がるけどでもステージがどうかっていうことだけなんだということだよねそうですねで私も今、ね、減量してて本当に 体重に関してすごくこう注意深く見てるんだけどやっぱりね便汗筋中のグリコーゲンの量で全然体重違うからあの常時低いい体重が出るわけででもないんですよね便がよく出た日汗よくかいた日でよくトレーニングして筋のグリコーゲンがだいぶ減ってる日、うん、これはやっぱ体重低く出るんですよ。そうです で例えば1週間に1回ちょっとご飯多めに食べる日を作るとやっぱしばらく重たい日がついてその1週間進んでいくとやっぱ加減値出るんですよねこれを繰り返していく感じで最近やってて、はい、いやだから本当体重は簡単に体内の残留物によって影響を受けるなっていうのを感じているんだよね。だ例えば今だと71を切るぐらいの日が たまにあってでも家族とよくご飯食べたりすると増えて、うん、7 3 4キロの日も結構多いんだけど別に体脂肪乗ってないんだよね、はい、体重が重いだけなちょっとフラットな感じだけどでまた7 1キロぐらいになるとちょっとバキッてなってくるなっていうのを繰り返しててだから体脂肪は別に増えてないんだけど体の中の余計なものが入ってんなみたいな感覚なんだよだから体重は本当に縛られすぎるとやばいとと重く残そうとしすぎると。 そう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 いいことないなっていうふうに思うんだよねあのね本当に絞り切るっていうのは難しいことなんで恐れずに減らしていってくれと、うん、そうは言いつつあの、うん、仕上がり体重を上げたいってい思いはもちろんあるん、うん、もちろんねそれはそうだよねやっぱ肉をつけなきゃっていう思いがあってうん、うん、ただそれはどっちかっていうとやっぱりオン,のオンに入る前にやってることではあるであなるほど増量の時に、ねはい、増量の時に。 そっから減量に転じた場合はもうダイエット女子脂をしたいっていう思いで体重を落とすことに取り掛かるので、うん。みんなさ体重がさ落ちるペースが速かったり自分が想定しているよりも体重が軽くなると筋肉がなくなってるんじゃないかという恐怖を覚える人が多いと思うんだよね。はどここでうーんその恐怖ををを感じなないいいののか、うん、何を参考に自分の筋肉が減ってないんだっていうとうろを あの手がかりとして掴んでいってるの100%もう見た目です見た目、はい、あの体重さえ落とすんだったらさ何も食わないよっていうので落ちていくじゃん、はい、でもちょっと食べるわけでしょそうですねあのちゃんと量食べてるんですが、うんうん、それはまあ常識的な範囲で、うんえー、ちゃんと食べて減量するって、うんうん、なるべく筋肉が残す、うん、これはもう当たり前に、えー、目指すところで絶え、うん、た,た体重を落とすわけではない 筋肉を残す時のすごく重要な指標として、私はもうトレーニングパフォーマンスを絶対に落とさないっていう気持ちでやってるんだよね。はい、で、そのためには、まあ私結構食べなくても大丈夫なんですよ。んなんかまあ忙しいし、別に気にならなくなっちゃうぐらい忙しい時があって、はい、で座ってる仕事も多いから、で立つふらふらしたりとかさするかもしれないけど座ってるからわかんないですよ。でもトレーニングの前にやっぱり食べて。 トレーニングのパフォーマンスだけしっかり出していくっていうことだけは本当に守ってて、うん、それ以外昔はね本当にあの三時間に一回タンパク摂ろうとかしっかり遵守してたんだけど、今はまあ仕事的にも遵守できないし、でもトレーニングのパフォーマンスだけは絶対落とさないっていうふうにやってて、これそこだけなんですよね。そこを守ろうとしてるんですよ。はい、例はどうなのそこら辺は。トレーニングパフォーマンスを下げないというのはもちろん、うんえー、かなり意識してます。うん、トレーニングの質をどんどん上げていって。 上げていくんだ、うんはい、体重がが軽くく。くなっったけどどど上上げてていいんん感覚ありますよね。だからこれはあれだよね体のさサイズが小さくなってるはずなのに重量はね物理的に言えばでも上げる重量が重くなる回数増えるっていうのはものすごいパフォーマンス上がってるってことなんだよね維持、ね、だけだってこれは相対的に見るパフォーマンス上がってるっていうことだよね、はい、上がっていくんだね例はね。上がっていきます。その間に、 この半年で言うと、うん、やっぱり知識とかそういった面がまあ強化されて理解度が深まってトレーニングの質がもっと良くなる,なるほどそれでまあ好循環が生まれてるという感じです、ねうん、なるほどすね。じゃどうやったらトレーニングパフォーマンスを上げれるのかその知識の部分はまあちょっと置いといて、はい、一日を過ごし方的に、まあ、本来下がっていくような気がしている減量期のパフォーマンスどうやったら下がらないようにできるの 気持ちいい <laughs> 俺はだから本当にトレーニングの近くにカロリー集めちゃう。ねうん、それ集めちゃう。あとはあんま食べないでも大丈夫。それは一応やってます。トレーニングの前に必ず食事があって、うん、食事して2時間ぐらい空いてからトレーニング。そこきちっとやってる、はい、これは必ず守ってくだトレーニング後の食事に関しては、自分はちょっとそこ緩くて。あでも俺もそこは緩いね。はい、やっぱ前がやっぱりもうすごい大事で。 後に体を回復させたいって気持ちはあるけどやっぱり絞り優先の時期は、はい、そこはもうあんまりこう優先順位は上げないっていう感じでそうですねトレーニングして、まあ、お昼ぐらいになって、うん、その後、まあ私の場合パーソナルトレーナーなのでセッションがあって、うん、でそれで3時ぐらいにお昼食べるっていうパターンがよくあるんですよ<ー>もうめちゃくちゃ内心ラッキーそこめっちゃ絞れるね、はい、そこめっちゃ体もう体脂肪使わざるを得ないみたいな 3時に食事すると夜楽なのでやっぱり。なるほど。こう3時にまで時になっちゃったっていうのが一番自分の中でラッキーな。<laughs> なるほどね。はい、これぜひ皆さんね、うん、思考を変えてほしいんですよ。あの一般人のダイエットだったらあのずっと食べて絞るで全然いけると思うんですけど最後本当コンテストコンディションでバリバリを作っていくときはちょっとやっぱそこから外れていかないといけないところがあって見にはわかるじゃないですかボディービルダーの仕上がりなんて健康的なわけないんですよあんなの。 普通に食べてたらいかないんですよでも健康的にやる場合全然食べて絞るで全然いけますからねそこから先に行きたい人はその食べなきゃいけない進行をちょっとね崩していくっていうのがねポイントじゃないかなというふうに思いますし体重残さなきゃいけない進行はもう五味原さんの言葉からすればありえないということですからでも一方で体重増やしたいんですよもう矛盾があるんだよ <laughs> 矛盾があるでもこれ分かる本当わに分かる。 増やしたい時と減らしたい時期をちゃんと分けるのがやっぱなるほどいいですかね、はい。まあでも本当それでね今年の仕上がりはね上,上半身の重量感は半端じゃなかったんで早く日本選手権で見たいよと思ったよ。早くく出てください頑張ります、はいまあ、ということでですね、えー、絞りの時期だからこそ多くの,あのボディービルやってる人に聞いてもらいたい、えー、仕上がり体重食べることに対する考え方をちょっと伺いました。あのぜひ、ね、勇気を持って 厳しい絞りを作るんだという気持ちで、えー、女子房を遂行していただければと思います、えー、今日はありがとうございましたありがとうございましたということでトレーニングに行ってほしい私の長年の研究の結晶であるこのバズーカホウェイペプチド研究開発を重ねてさらに進化いたしましたすべての味で天然甘味料100%になりましたそしてこの柄の長いスプーンで取りやすいようにしましたスポーツサプリメントでは初のあるグラスフェット低分子ホウェイペプチド そして金剛製のスイッチを押すロイシーなど筋肉にいいものしか入っておりませんさらにアンチドーピング認証ももちろんクリアしております最強かつ安心安全なこのサプリメントでホモ・サピエンスからボディービルダーへと進化してくださいそして携帯できる最強 PFC パー6パックプロテインバーそこに完全栄養食も加わりましたさらにはマシン書籍など筋肉にいいことを皆さんにご提供させていただいておりますぜひチェックしてみてください